チリア戦をリアルタイム編集で見ていきましょう。裏でやってる韓国対中国もね。韓国対中国は20時キックオフだな。状況次第ではまた別動画で出すことになるかもしれん。緊急で動画回してるんですけど。ってまたやることになるのか。まあそれはそれとして、スタメンが発表されたな。キーパーに大迫。ここはまあ順当だろう。広島だし。ディフェンスは森保監督が明言してたし、3バックでしょうね。板倉、富安、町田。並びはどうなるかしらね。板倉と富安どちらが中央になるかってとこだな。個人的に一番見たかった並び。楽しみだ。ダブルボランチに田中碧と遠藤。ここは予想通りね。他は南野、堂安、中村、久保、上田となったな。久保はベンチ入りするかどうか、どやー、してた黄色まんじゅうが相手だな。は、恥ずかしいからやめて。動画作った直後に久保も全体練習参加報道が出たんや。その前は別メニューだったから。まあ予想は盛大に外したけど、これで楽しみがまた増えたわね。予想はあくまでも予想だからな。想像してたよりも楽しみな並びになった。予想しといてなんだけど、あれでは期待感薄かったからな。この並びのが期待できる。あとはシリアがどう来るかよね。最終予選進出をかけた試合になるし、日本がどうこうよりもシリアがどう来るかの方が重要そう。だな。シリアとしては北朝鮮に負けたのが痛すぎる。北朝鮮はミャンマーに勝ってくるだろうし、となると日本に引き分けではダメ。最初からある程度攻撃に来るのか、後半勝負なのか。いずれにしても攻勢に出ようとする時間帯はあるでしょうね。日本としてはある程度攻撃に来てくれた方がやりやすそうではあるけどな。しかも北朝鮮対ミャンマーは22時からになってるから、シリアとしては勝利しかない。間もなくキックオフ。しかしいつも地上波の時思うけど、寒いな。サッカーのテンションと雰囲気にまるで合ってない。自分たちでやってて寒いことに気づかないのかしらね。まあ、普段サッカー見ない人にとってはこの方が親しみやすいのかもな。謎のポエム始まった。これやってる時間で注目選手を紹介しろよ。ポエムやってる場合じゃないって。しかしやっぱりサッカーはサッカー専用スタジアムじゃないとな。そうよね。雰囲気から何から全然違うわ。さあ前半キックオフ。冨安が右だな。冨安優しい。シリアの選手が倒れてたな。やっぱりシリアは前半ある程度守備的にカウンター狙い、後半勝負って感じみたいね。だな。そしてシリアがミドルシュート。これが両チーム合わせてこの試合初シュートだな。前半6分。前半7分、左サイド崩して中村から最後久保。かなり惜しかったわね。こういう形は多くなりそうだな。やっぱりこの試合も左サイドがキーになりそう。上田マジかよ。今の対空時間と高さすごかったな。中村からいいボール来たけど、上田すげえわ。ヘディングで日本先制。13分だな。日本でこうやってヘディングで競り勝てるフォワードってなかなかいなかったからな。クロス上がった時、正直決められると思わんかったわ。それくらい意外な得点だった。様子見ながらの立ち上がりだったけど、いい時間に先制点も決めてよかったな。こうなるともうシリアは1しかないわよね。そうなるとさらにスペースが。で、16分また左サイドから波状攻撃。もうアジアでは中村無双だな。17分、フリーキックからシリアがフリーでヘディング。外れたけどガラ空きだったわね。アジアカップでも問題になったけど。で、堂安。これぞ堂安って感じのゴールだけどすげえ。日本2点目。今日は2点ともスーパーゴールだな。シリアも勝たなければいけない試合だから難しくなるかと思ったけど、こんな順調に得点するとはね。20分もまた決定機。むしろそういう状況だからこそ。で、3点目。オウンゴールかな？でも確かにこういう状況だからこそ、こういう展開になってるのかもね。シリアはかなり混乱してるよな。さらなる追加点が狙えそうだ。シリアはかなり中途半端になってるわよね。こういう展開になるともう日本のものだよな。ちょっとシリアがかわいそうになるレベル。シリアとしては攻めないといけないんだけど、そうなると日本にやられ放題になるもんね。24分、ちょっと連続で危なかったな。入れ替わられたわね。27分、久保とんでもないとこ通したし、上田エロすぎる。なんや今の久保のパスと上田の変態すぎるトラップからの流れるようなシュート。かっこよすぎんだろ。シュートはキーパー正面だけど、フォワードはこれでいいな。ただ、イージーミスがちょいちょいあるのは気になるわね。しかも危ないところで。一歩間違えれば失点みたいなミスが多いよな。31分、ここも久保から左サイドにパス。最後は南野のシュート。30分まで来たけどちょいちょいミスあるのと、ファウルでセットプレイが増えてるのは気になるが、全体としてはいい感じだな。3点取ってるからね。あとは本当に細かいミスを減らしたい。
41分、今度は右サイドから最後堂安の折り返しだけどキーパーがキャッチ。南野良かったわね。43分もオフサイドにはなったけど、久保と上田のコンビネーション最高すぎるな。上田っていい動きするんだけどボールが来ないみたいなのも多かったけど、久保は本当に見てくれるし、そこに出す技術があるわよね。上田は相当この試合楽しいだろうな。前半終了。3-0日本がリードで折り返し。細かいミスとかはあったけど全体的に良かったな。上田と久保の連携も良かったし。やっぱりワントップが機能すると大きいわね。後半は交代メンバーも含めて楽しみ。だな。そして裏では韓国対中国がキックオフとなった。こちらも同時に見ていこう。これまた楽しみなのよね。中国は最終予選進出をかけての試合。韓国はポット分けのために必勝。どちらかは行く戦い。中国は引き分け以上か、負けた場合はいかに失点を抑えるかも重要な試合になる。対シンガポールもこの後だしね。とにかく失点しないことを中国は考えてるでしょうね。そこを韓国はこじ開けることができるのか。散々煽ってたし、これで勝てなかったら恥ずかしいぞ。動きがあったらその都度見ていきましょう。おそらくこの後動画投稿することになるな。それと明日はシリア戦関連の反応などを投稿する予定なので、今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想を聞かせてね。さて後半はどうなるかな。メンバーも早い時間から変えてくるかも。伊藤が入ったわね。中村と交代。後半開始。フォーバックで入ってる感じかな。可変式だと思うが。冨安が右サイドバックね。なんか左じゃないのもちょっと新鮮な感じもする。確かに。5分、いきなりその冨安がペナルティエリア右でボールを受けたわね。打ってほしいと思ったのは私だけではないはず。体勢的には難しかったけど、打っていいよな。立ち上がり15分まで来たけど、ちょっと停滞してるわね。韓国対中国もまだスコア動いてない。こちらは30分。3点取ると逆に難しいよな。連続で久保から南野へのボールでチャンスになったわね。そして遠藤と鎌田、久保と相馬の交代。久保からかなりいい攻撃が生まれてたからな。そこどうなるか。22分、南野のエロいプレイから最後上だ。やっぱり各選手調子の良さがすごくわかるわね。南野も体の動きが切れてるよな。後半得点欲しいわね。板倉、なんかほっこりするわね。アウェイでも思ったんだけど、シリアってかなりクリーンな戦い方よね。だな。そして川村が入りそうだ。広島ってのもあるし、ザルツブルクの噂が出ていたな。そして25分、堂安から最後相馬。惜しかったな。堂安も本当に調子がいい。そして直後に PK 獲得。相馬が大仕事したわね。鎌田の素晴らしいパスから完全に抜け出した。その相馬が PK を蹴るようだ。そして川村が入っていい雰囲気だな。しっかり決めた。交代とかあった直後ってやりづらかったりするけど、冷静に決めたわね。直前の動きからかなり強気だったし、メンタル強いな。谷？まさかの谷に驚いたけど、その直後フリーキックから板倉。これ決めてたらスーパーゴールだったな。30分のプレイね。交代から日本のリズムになってる。そして大迫と谷が交代。シリアって弱くないからな。この2次予選では大量得点してるけど、弱いと錯覚してしまうような試合よね。ただ、前半からやっぱりちょいちょい危ないシーンあるわよね。細かいミスってのは後半減ったけど、ディフェンスラインで一瞬危ないシーン何度かあったよな。割とそこ気になる。韓国対中国は0-0で折り返し。これはこの後別動画で出すことになりそう。この動画を変換して投稿したら速攻でそこからリアルタイム編集しよう。今のうちにチャンネル登録して待っててね。これまた試合直後に投稿予定。しかし韓国対中国は前半スコアレスか。面白い展開だ。セカンド奪われるシーンが増えてきてるわね。というか、自分たちのミスから渡してる感じが。はい。さすがモナオウ。中村みたいなの決めたな。マジで南野は完全復活や。40分だな。ちょっと嫌な流れになってたとこでこの得点は大きい。気づいたらもう5点目ね。すごいな。100点かというと細かいミスとか気になるところはあるものの、かなり満足のいく内容ね。改めてになるけど、選手がいかに調子いいか。それがわかる試合となったな。ミャンマー戦ではなかなか評価が難しい部分もあったけど、トータルですごくいい2試合になったんじゃないだろうか。そうまいなぁ。アディショナルタイム3分。VAR がないから短いな。ここも最後そうま。堂安またいいボール。試合終了。5-0。問題点も見えたけど解消だな。2000で色々試せたし有意義な6月シリーズとなったわね。細かいことや海外の反応などはまた明日にしよう。韓国対中国を投稿しなくちゃいけない。今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想をみんなで共有しましょう。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。
真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。